映画オッペンハイマーは原爆の開発を指揮した物理学者の栄光とともに原爆投下とその惨状を知り苦悩を深めていく姿が描かれています。アメリカでの上映からおよそ8ヶ月遅れで日本でも公開され、広島市内の映画館では初回の上映におよそ80人が集まりました。作った人たちがどう考えていたのかっていうことが、まずこの映画を見ることで理解できるというか、根本的な問題をまずこういう映画を通じて理解することが大事だなって思いました。苦悩した感じがものすごく、出てたと思います。もし生きていれば、見たくはないと思うけど、見させたい映画だったと思います。やっぱり広島と長崎の移転をもっと取り上げてほしかったなと思います。県内では8カ所の映画館で上映されています。